アメリカはかろうじて存在しているぐらいの小さい国になっていて、しかもこれは核戦争が起きたからではないらしいんですよ。多くの預言者がそのビジョン、同じビジョン見てるんですよ。これは怖くないですか？巨大変革ですから、世界がこう一変するぐらいの。好きと楽しいをシェアするデートなオカルト部の時間がやってまいりました。皆さんこんばんは。今回も前回に引き続きまして、大人気の特別顧問スミ先生にお越しいただいております。スミ先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回動画の方はですね、前回に引き続きまして、またちょっと予言の内容についてお話しさせていただこうかなと。はい、まあ、2025年っていうのが一つキーワードで、はい、すごい大災害だったりとか戦争だったりとか起こるんじゃないかっていう予言を前回スミ先生の方にお話しいただいていて、はい、じゃあその2025年を迎えるにあたって僕たちこの人類というのは一体どう向き合っていけばいいんだろうっていうのを一つ教えていただきたいなと思うんですけども、うん、はい、ちなみにですね、だからこの議論の元となる話として、はい、ステファン・A・シュワルツさんという心理学者がいるんですけれども、彼はこれまでずっとリモートビューイングを研究していて、はい、でいろんなその投資家、未来を投資できる人だったり霊能者を集めて、その人たちの話をどんどん蓄積していって、で、はい、でそこでこう当たってるものとか同じようなことを言っているものっていうデータをなんかまあビッグデータみたいな形で集めて、内容を精査して未来をこう予言していくみたいな、予言とか予測ですね、はい、していくみたいな活動をしている人なんですけれども、アメリカの海軍作戦本部にいた人で、考古学者としても目覚ましい活躍をしている本物の学者なんですよ。この彼はなので、今のこのテクノロジーの進化とかも、過去にどん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 当ててますし、それだけじゃなくてクレオパトラの宮殿とかなんか沈没船とかも、当ててるんですよ。だからリモートビュアーを取材してるんで、あそこの海底の下になんか船のようなものが見えるみたいな話をいくつかから聞いて、本当にそれを考古学的に探索した結果、本当にあったとか、そういう功績を挙げてる人なんですけれども、その人が40年後の未来をいくつか言ってるんですよね。あんまりそんな大それたことは言ってないんですが、やっぱり気候変動がすごそうだと。その投資家たちが見た未来も今と全然気候が違う。あと、海面が非常に上昇していて、やっぱり地形が変わっている可能性がある。なんか人が住んでる場所は違うらしいんですよね。あとは、全体的に水不足になっている。海面上昇してるにもかかわらず、水不足。だから飲み水なんじゃないですかね、はい。で、アメリカはかろうじて存在しているぐらいの、小さい国になっていて、そのパワーバランスのことかもしれないですけれども、とにかく、コミュニティ自体がそれぞれ世界各国小さくなっていて、国単位で統治されているっていうよりはもっと小さくなっている。なんかもう古代に戻ってるみたいな感じのイメージなんですけど、歴史の最初の頃に出てきたような感じですよね。そうなんです。でも多くのその預言者がそのビジョン、はい、同じビジョン見てるんですよ。これは怖くないですか？しかも40年後ですよ、はい、ただ医療技術は発達しているようで、はい、自宅でも、自分で体を検査して治したり治療したりすることができているようだっていう予言もあるんですよね。一個面白いのが2040年から2045年に巨大変革が起きるっていうのもビジョンが出てるんですよ、ね。それとももしかすると何個か前の動画でお話しいただいた2050年頃境に西洋とアジアがこう入れ替わるところにもなんかつながってきそうだなって。そうなんですよ。文明周期論っていうのがあるんですけれども、はい、それによるとだいたい2050年ぐらいまでにはアジアの時代が来るんじゃないかっていう話もあって、まあ、そこともその時期的に少し被ってるんですよね。そうですよね。しかもこれは核戦争が起きたからではないらしいんですよ。違う変革が起きるらしくて、はい、なんかデジタル面なんじゃないかなって私は思うんですよね。デジタルとか他なんかありますかね、まあ、シンギュラリティが2045じゃないですか。だからそれに伴って急激に何かが変わるのかなとか。
で、なんかあの Google のラムダっていうあのチャットボットの開発者が、はい、あの最近本当にラムダが意識を持ち始めたっていうことを提唱し始めて、あの解雇されてしまったっていう、それも非常にニュースになりましたけれども、まあなんかあるんでしょうね、うん、巨大変革ですから、世界がこう一変するぐらいの、多分その予測では人口がどんどん減っていくけれども、変革が起こるっていうことは、うん、もしかするとさっき AI ってキーワードも出てきたように、はい、こう人間がどうにかするんじゃなくて、もしかするとそういう技術とか AI が助けてくれるおかげで、そういう変革が起きて、うん、新しい時代が始まるんじゃないかなっていう、うん、なんか今想像ですけど。そうですね、うん、あとは今みたいに歩いたりしないらしいです、はい、歩いたりとか電車に乗ったり飛行機に乗ったりっていうことが減る、はい、とにかく移動しないらしいんですよその小さい場所に居座るみたいな、そういう生活になってるらしいですよ、2060年。運動不足とかって言うとあの今でさえ、ね、あのリモートワークとかやっぱ増えてる会社も多いと思うので、運動不足でちょっと太ってきちゃったりとか、うん、なんかこう健康面良くないよみたいな、まあ、自分もすごい感じてるんですけど、うん、さらに動くなかなくなっちゃう。そうですね、移動しなくなる。究極はマトリックスじゃないですか、うん、あどこまでそこに行ってんのかなっていう感じはしますけどね、うん、でもなんかスモールコミュニティがあるって言ってるし、マトリックスみたい、うん、みんながガジェットつけてて寝ているっていうビジョンはまだ出てきてないんで、そこまでは行ってないのかなとかね。でもいずれかはあの映画で見たようなああいう世界になってる可能性ってのはあるんですか。いや、可能性はあるんじゃないですか。それこそでも メタバースとかどう思います。あ、最近よく耳にする機会増えてきますよね、うん、ああいうのゲーマーの人とかが強いじゃないですか、はいはい、私あんまゲームやらないんで、うん、今洋服を売ってるような会社なんですけど、そういうアパレルの小売業態でもメタバース上でお店を作ったりみたいなとかも、はい、すごい大手の会社さんとかやられたりしてるんで、うん、すごい身近になってきたなっていうのはなんとなくですけど、うん、感じてますね。そう、メタバース上でお店を作って、うん、そこで、はい、あの仮想通貨でやり取りするんですか、うん、そういうことですよね。あ、そうですね、はい、で、現品は届くっていう仕組みですよね、うん、あとはまあ普通にメタバース上であの洋服を作って販売してっていう、もう本当にその世界だけで完結してるような、多分売買とかもやってるような気はするんですよね。あ、そうですよね、うん、そのアバター、自分が持ってるみたいな。そうですよね、どこまでがそのアバターとこのリアルの自分がシンクロするかが、うん、この何年かでだいぶ変わってきそうですけど、完全にシンクロした状態がマトリックスの状態ですもんね、はい、うん、プラグでね繋がれたくないんですけどでもね、どんどんウェアラブルなんかスマート機能を備えたものがガジェットが出てきてるから近づいてはいますよね。体の情報とかもすごい正確に読み込んで、うん、アバターのクオリティとかも本当に実物と一緒みたいになりそうですよね、はい、うん、なんか2023年の、まあ、これを実現するかわかんないですけど、はい、10% の老眼鏡がスマートグラスになるっていうなんか資料が少し前に出てましたよ。老眼あの、はい、スマートグラスやっぱりそこまで普及してないらしくて、はい、でも老眼鏡から攻めるんじゃないかみたいな、多分そういう売り方なのかなと思ってるんですけど、そうそうそう、デジタルデジタルハズキルーペちょっと前まですごい不安の話ばっかりだったんですけど、はい、技術の発達とかの予測とか、予測っていうよりかもう可能性ですかね、はい、この2050年までにたくさんありそうだっていうお話もいただけて、はい、ちょっとなんか希望が見出せたというか。そうですね、うん、でやっぱ2040年45年50年あたり、まああんまり伸ばすとあれですけど40年から50年ぐらいに大変革が起きるはずなので、はい、とにかく今のやり方にとらわれないっていうのは、だってこれがずっと続くわけじゃないから。そうです、ね、変革が起きるってことはあんまり固執しないで自分の好きなことをやった方が勝ち組に入れそうかなって気はしますね人生の勝ち組、そのお金が儲かるかは知らないけど、なんかちょっと自分も新しいことにとか自分の好きなこと、今まさしく好きなことに挑戦している時でもあるんですけど、はい、なんかそれをどんどん貫いて
行きたいなっていう励みになりました今回は、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではそろそろお時間やってまいりましたので今回はこちらで終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。